ベルリン市建設750年記念式典で演説するクラックエンハルト・クラックはドイツ民主共和国の政治家。ベルリンの壁崩壊当時の東ベルリン市長。ダンツヒに生まれる。技術者としての教育を受けた後、アビトゥーアに合格。1951年にドイツ社会主義統一党に入党。大学で経済学を学んだ後、バーネ・ミュンデの造船所に勤務。 地域、食料産業大臣を経て、1974年に、東ドイツの首都東ベルリン市長に就任。人民議会に議席を持ち、SED 中央委員会委員でもあった。東ベルリン市長として、中央区やプレンツラウアーベルク区の再開発に努めた。また、第二次世界大戦の廃墟のままとなっていた、ジャンダルメン・マルクと、フリードリ・ヒドーリ、ニコライ地区などを再建した。 ブランデンブルク門開放式典に参列するクラック1989年5月7日の市議会議員選挙では SED を有利とする選挙不正に関与した。同年10月、市庁舎前広場に数千人の市民が集まって改革と民主化を要求するようになった。SED 支配体制が崩壊する中、ベルリンでの市民代表との円卓会議に参加。ベルリンの壁が崩壊し、 12月に、ブランデンブルク門が解放されると、当時の西ベルリン市長、バルター・モンパーや西ドイツ首相、ヘルムート・コールと共に祝賀式典に参列した。1990年2月に、東ベルリン市長を辞任、前年の選挙不正の責任を認めた。ドイツ再統一後の1993年に、懲役10ヶ月の判決を受けたが、執行猶予となった。 2000年12月13日にベルリンで死去し、パンコーボチに埋葬された。ありがとうございます。